秋元明憲容疑者はベビーシッターをしていた去年11月、東京中央区のマンションに住む男の子の下半身を触るなど、わいせつな行為をした疑いが持たれています。警視庁によりますと、橋本容疑者はベビーシッターを紹介するアプリに登録していて、事件の前日に男の子の両親から体調が悪いので面倒を見てほしいと依頼を受けていました。男の子が父親にパンツを脱がされたなどと話したことから発覚したということです。取り調べに対し橋本容疑者は黙秘しています。最前線で戦う医療現場を支援すべく、無償でのサービスが各所で始まっています。手出せよ。出さねえな、これ。髪の毛取るの、ね、眠そうだから、お前起こそうと思ったの。孫悟飯の宇宙行く時の髪型。髪の毛洗う。